鬱状態なのですが、破滅的な否定的な感情に飲み込まれないにはどうしたらよいでしょうか。より具体的なご質問の表現は、現在鬱状態のものです。時折慈悲、感謝、報恩、幸福を含め、何事にも意味を見出せなくなるようなニヒリズムの感情の波に飲み込まれてしまいます。これをどう乗り越えたらよいでしょうか。普段は時間が解決することを期待し、破滅的な発想は保留してやり過ごしています。もしご意見等ございましたらお聞かせいただけませんでしょうか。ご質問、これは深刻ですが、その後段の部分ですね、破滅的な発想は保留してやり過ごしている、普段は時間が解決することを期待している、これは素晴らしいことですね。これはかなり科学的で医学的である。なぜかというと、そういった否定的な感情はですね、先ほど言いましたように不安や恐怖や怒りを含めてですね、その扁桃体の異常興奮というのが原因ですが、それは瞬間弱化式って言葉があるようにですね、長時間は続かないわけです。ですから時間を稼げば、しばらくこう保留すればですね、その分静まっていく。それをこの方はですね、すでにその自覚されてるんだと思うんですね。ですからそういったその不合理な破滅的な感情ですね、例えばそれって自殺願望みたいなのが出てきたらですね、自分はもうダメなんだ、自分は一人ぼっちなんだ、そういった恐怖とか不安とか嫌悪とか絶望感、これがずっと続くわけではないと考えてですね、時間を稼ぐ、これは非常に重要だと思います。だからそういった意味ではですね、この方のやり方の場合は、それは本当の自分のもんじゃないと、一時的な感情だと、脳の一部の、合理性のない脳の一部の、つまり古い脳のですね、動物的な脳の部分の働きに過ぎないんだと考えられるのも一つだと思います。仏教の教えではそれに近いものがあります。それが四念処と言われる仏教で最も初期に、そして最も重視される瞑想です。それは心は無常である、心は移り変わった、そういうことです。まあ何かの苦しみもですね、ずっと永続するってことはなくて、何かの不安や恐怖もですね、落ち着いて対応すればずっと続くってことはない、そういったこともこの教えに含まれていると思います。これはですね、心が無常であるっていうことは心を客観視してるんですよね。ですから心は無常であるという教えとともに、四念処に含まれているあらゆる物事は心を含めて自分ではない、そういった瞑想に帰結します。心と自分が一体になってればですね、心は無常だ、移り変わるもんだと、あの時も辛かったけど何ヶ月かしたらは消えてったし、今回もしばらくしたら消えていくだろうと、あの日も辛かったけども朝になったら消えてたから今日もそうだろうと、気にせず寝よう、待つしたら朝はまた別の日だと、 Tomorrow is another day ですね、そんな風になれればですね、一つの悟りだと思います。でこの方は実際もうやり過ごしている、時間が解決すると思ってるってことで、心ですね、その破滅的な感情と自分が完全に一体化してなくって、それをやり過ごすってことで自分とちょっと切り離されてる部分があると思う。でその方向性で本当にいいと思います。心は無常にして無我はですね、仏教のその初期の、そして最も重要な瞑想だと言われています。これを感性の領域に持っていくとですね、その反応が非常に早くなるんですね。破滅的な感情が出てきてもですね、今日も出てきたかと、見とくけどそのうちさようならみたいな感じに反応できるとですね、やり過ごせるそのスピードがすごく速くなってくるわけですね。ですからご質問の中にも回答があって、その方向性で自信を持ってやっていただければいいし、そういう瞑想を2500年前の賢者、仏教界祖、偉大な心理学者とも言われています、ゴータマシッダッタ釈迦牟尼如来、これは説いているということですね。もちろんいろいろな他のやり方はあります。先ほど言ったようにですね、
ブッダの瞑想、心は無常ってことで心をですねやり過ごしてしまうというやり方もあればですね、まあそのやり方、先ほどさっと言いましたけど、この簡単に言うとそのニヒリズム的な感情っていうのは根拠がない不合理な単なるエネルギーだと、自分じゃないんだと、自分の本当の気持ちじゃないんだと、一時的に自分の心身を襲う何かのエネルギーなんだと、そういうふうに感じて考えていただくといいかもしれません。不安なんかもそうですね。不安にはですね、具体的な根拠がある不安とですね、それは具体的な根拠っていうか要因をですね取り除いていくってことになりますが、自分でもなんで不安なのか分かんない不安感がある人はですね、これは単なるエネルギーだと、自分の体の状態がそうなってるんだと、なんかどっかの血の流れが悪いとか、どっかの脳の器官が異常に興奮してるとか、一時的な生理現象、そう生理現象だと、これは自分の心意識精神じゃないんだと、体の問題なんだ、生理現象なんだと、だから気にする必要はないんだと、そういうふうに考えていただくのもいいと思います。これは思念所的な瞑想ですね。で、その生理現象なんだってことを逆にさらにですね、逆にじゃなくてさらに活用すると、生理現象なんだから、つまり体の問題であるんだから、体の使い方を工夫するとその生理現象がより早く和らぐんじゃないかってことになります。だから単純に時間を稼いでその生理現象が静まる、恐怖、不安、絶望感、虚無感が静まるというのを待つだけじゃなくて、安定した心の状態にするために吐く息を長くした呼吸法をやるとか、それから緊張を解くような体操をやるとか、それからうつむかず姿勢を正しておくとか、それから作り笑いとかですね、そういった表情ですね、それからマントラ真言とやれるような、心が静まるような解放されるような発声ですね、これをなすと、それからまあ外に出て歩くときにですね、胸張ってですね堂々とこうやって大股で歩くとですね、その前向きになれるって話もあります。まあ前向きな時にこういう行動をとる人間はと、緊張せずにゆったりと深い呼吸をしてるし、こう体はリラックスしてるし、そして姿勢は前向きでしっかりと声は出てるし、そしてってありますね。それと逆をやるわけです。こういう心の状態の時はこうなる、だったらこれをやればこういう心の状態に戻せ、これがあると、ね、そういうことをやる方法があります。つまり生理的なところからですね、心をコントロールするということですね。まあこうやってその感情、これを自分と思い込まずに客観視してやり過ごすっていう仏教的な瞑想も一つ、それからヨガ的な方法としてですね、ヨガには姿勢法、呼吸法、体操ってあります。生理的な部分を変えることによってその心の感情の部分、これを改善させていくっていう方法もあります。さまざまな感情の心の制御の方法、これがあるんだということですね。それをね、使ってこの場合もやっていただければと思うんですが、まあ結局どんな否定的な感情でも、それが不安、恐怖であろうと、怒りであろうと、それが絶望感ですね、今回ご質問があるような、そういったものであろうと、その感情、心、これをどう制御するか、これがヨガや仏教の知恵そのものだと思います。そして安定した健康的な前向きな意識、これで生きるということですね。でそのためには物の考え方、物の見方ってのは一つあります。心が自分じゃないんだというのが一つの見方ですね。で二つ目にですね、日々の行動習慣ですね、それが影響を与えると。そこには戒律っていうのがあるんですが、先ほど今言いましたように身体の扱い方ですね、すなわち体の筋肉の習慣、緊張型か否か、呼吸の習慣、呼吸が浅いか早いか、ゆったり深いか、そして姿勢の習慣、それから歩行の習慣、声の使い方の習慣などとですね、いろんな人間のその体の習慣、これを変えていくと変わっていくってことがあります。これは身体の浄化ってことですね。
それから身を置く環境ですね。環境がどうなのかっていうのがまた心に影響を与えることは間違いないんですが、まあ環境のことまでお話しするとですね、この質問がどんどん長くなってしまうので、そろそろ別の機会に譲りたいと思います。